はい、どうも、こんばんは。世田谷ウェブテレビ。ちょっと今日はね、パソコンの不調がありまして、ちょっと遅れてのスタートになります。4月になりましたが、皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。桜もね、東京はちょっともう散り始めみたいな感じになってきてますけど、お花見、楽しみましたでしょうか。残念ながら私はですね、お花見は今年はちょっと忙しくて行けずだったんですけれども、まあ、このね、世田谷区若林の周辺もね、緑道ですとか、あと松陰神社ってお隣なんですけどね、そこが結構桜が綺麗に咲いたりとかしましたんで、お花見はしてないけど満開の桜っていうのは結構楽しめたかなっていう感じです。はい、じゃあそんなわけで、今月もね、番組の方スタートしていきたいと思います。じゃあタイトルコールいきます。ホズミン、今日はいないけど三原由紀子の世田谷で常磐線トーク。ですね、はい、始まりました4月の世田谷で常磐線トークなんですけど、三原さんが来てません。かつ、ゲストの予定の方も来てません。まさかですね、この展開。いや、三原さんは今日って知ってるはずなんだけどな。何もちょっと嫌われたんじゃない？あー、そうね、嫌われたんじゃないってガイアから声が、まさにそうかもしれないですね。はい、でゲストの方はさっきちょろっと Facebook 見たら、なんか今第一国で神保町にいるってことなんで、まあ間に合わないんじゃないかなと思います。はい、なのでまあちょっと今日はダラダラ一人でね話をしつつの、ちょっと後半にですね、ちょっとご本人の皆さんたちのご了承いただければ、ちょっとだけ告知とかね、なんか出てこれで出てきていただければなっていう方々もいらしてるので、そんな感じでちょっとお送りしていきたいなと思います。で今日私ですね、ちょっとまあこんなものを着てきておりますけれども、まあなんでこんなの着てんだっていうのはなんですけど、ですね、実はまあ、私とか三原さんもね、本当は来たらそういう話しようかなと思ったんですけど、お互い2人にね、ゆかりのある福島のサッカーチームで、福島ユナイテッド FC っていうのチームがありまして、それがですね、今年から始まった J リーグって、前1部2部って2つしかなかったんですけど、この J3 っていう3部 の、 カテゴリーができたんですね。そこに今所属しているチームのユニフォームです。まあ、実はこのチーム、私も去年からですね、ちょっと気になっていて、たまたまこう試合を見に行ったりとかしてたんですけど、今年からその J3 ということで J リーグの一員になったということで、より本格的に応援しようということで、まあユニフォームも買い、開幕戦はですね、ゴール裏で応援をしたりとかっていうのをしております。でね、これまではね、メインスタンドでこう普通にこう、うんって見てたんですけど、やっぱりですね、ゴール裏でサポーターの皆さんと一員になってね、声かけて応援するとやっぱ面白いんですよ。福島レッツゴーとか言ってるわけですよ。それがですね、面白いわけですよ、ね、なんか周りの人たち引いてますけれども、そんなこんなでちょっとね、せっかくなんでそういうチームのね、紹介とかもできればなーっていうことで、試しに来てみました。まあ中ワイシャツ着てるとかネクタイ締めとか、そういうことはほっといてあまり触れずに行きましょう。はい、なのでちょっとね、福島話ができればなと思ったんですが、今日はできずで、まあ世田谷での常磐線トークなんですけど、実はね、この1ヶ月間私も常磐線沿線行ってないんですよ。なので常磐線ネタもなしっていう感じですかね。一人じゃ寂しいねってボソって言うな、ボソって。それは一人じゃ寂しいよ。それはまだまだね、一人でこの番組ね、30分間乗り切る自信ありませんよ、そりゃ。うん、まだないの。うん、まだないっていうか、もうないね。うん、多分一人じゃ無理。はい、そんな感じです。はい、いや本当はね、今日ゲストの方が実を言うと常磐線沿線にお住まいの方だったんで、ちょっと3人で盛り上がれるかなっていうのもあったんですが、さあどうつなごうかなと思っておるんですけれども、まあせっかくなんでね、いつものコーナーを先にやっちゃいましょう。はい、今月も続けます。はい、お酒でしりとり。もうとか言ってますけど、いつもがごめん、いつもが遅いんだから。いつもね、なかなかこうあんまりお酒について語れずにこう飲んだだけで終わっちゃってるんで、今日も早めに行きます。はい、で
今日はですね、どういうのお酒持ってきたかっていうと、先月がこちらですね、千葉のお酒、木の枝正宗っていうお酒でしたね。ちょっと辛口のお酒でした。なので、今月はまあシリトニアで根で始まるお酒なんですけども、今月もね、なかなかいい感じの揃えておりますよ。今月お持ちしたのは新潟のお酒です。ねち男山っていうお酒ですね。まあ男山っていう銘柄ね、つくお酒は北海道にあったり、福島にあったりとか、まあ、いろんなところにあったりするんですけど、これは新潟のお酒です。で、ですね、新潟県は糸魚川市って言って、どちらかというと富山沿いで、さらに糸魚川市の中でも、根知谷って言って、糸魚川市って実を言うと、海に面しているところではあるんですが、山の方、結構奥地の方にも広がっているところで、これは、それこそ鉄道詳しい人になるんですけど、大糸線っていうローカル線が糸魚川から長野県の南小谷、名小谷でしたっけ？南小谷？っていうとこに抜け出してるすごいローカル線、1両編成のディーゼルカーが走って、すごい姫川っていうね、川沿いをずっと登ってくっていう路線なんですけど、その途中にある集落で作ってるお酒です。で、ここの蔵元さんも実はかなり酒造りにこだわっていて、その地元の根知谷っていうところで、まあ、本当に谷になってるんですよ。で、本当に谷の、なんていうの、少ししかない平地っていうか、米作りに適したところで、自分たちで田んぼを開拓して、そこで自社の酒米を作ってるって感じです。で、一番多く作ってるのは500万石っていう、これ全国でも酒米、酒造公的米っていう酒米の中では全国で2番目に、生産量が多いお米なんですけど、それをそこの根知谷っていう独特の地域で作っていて、でそこで作ったお酒がですね、今日本酒って結構世界でもいろいろコンテストがあるんですけど、そこのコンテストでもきちっと賞を取ったっていう評価の高いお酒を作ってる蔵元さんです。で、そういうこだわった蔵元さんが、ちょっと見えるかな、コシタンレイっていうお米を作ってるんですけど、大丈夫ですね。これコシタンレイって何、どんなお米かっていうと、今本当に全国で酒造りの中で各県ごとに酒造組合が結構頑張っていて、県ごとのオリジナルの酒造公的米、いわゆる酒米を作ろうっていう動きが結構盛んなんですね。で、その新潟県は新潟県独自で作ろうって作ったのがこのコシタンレイっていうお米です。で、どんなお米かっていうと、ごめんなさい、これはちょっと私うろ覚えなんで間違ったらごめんなさいなんですけど、さっきお伝えしたもともと作ってた500万石っていうお米と、あとお名前多分ね、皆さんも聞いたことあるかもしれないけど、山田錦、酒造公的米の王様って言われてるお米ですね。それを掛け合わせたのがこのコシタンレイっていうお米のはずです。なので、まあ、山田錦に代わるもっと強いお酒って言いますか、さらに山田錦を超えていけるようなお米を作ろうって言って作ったのがこのコシタンレイです。で、実際ね、その お米作りのこだわりとかも、これお酒買った時の一緒に袋に入ってたんですけど、こういう米を作り田んぼを守りますっていう、その蔵元さんのメッセージですね、が入ってるっていう感じです。ちょっとまあ見えにくいかもしれないですけどね、まあ、そういうお酒を、ね、作ってるっていう蔵元さんのお酒です。じゃあ、まあね、このコシタンレイなんですけど、早速飲んでみましょう。まあ今日はね、寂しいとか言わないの。しかもボソッと言わないの。大きい声で言おう、大きい声で。寂しいね。寂しいね。でもね、今日は一人だからね、いつもちっちゃいおチョコだけど、大きいおチョコで飲むもんね。見晴らせないからここに置いとこうか。じゃあいただきます。なかなかないでしょ、この赤いユニフォーム着て日本酒をこう味わって飲んでる姿。全国的に珍しい光景だと思いますんで、ぜひこれは貴重に。あ、味わいはすごく甘みが軽いです。新潟のお酒っていうとね、やっぱり淡麗辛口っていうことで、すっきりした感じのお酒が多いかなってイメージなんですけど、これはすごく味わいが甘みを感じますね。
ただでもくどい甘さじゃなくて後味がすっきりした、やっぱりこの辺が新潟のお酒につながるんでしょうかね。ちょっと後味のすっきりした軽い甘さです。であと飲んだ後にちょっぴりなんですけど、こう花のような香りっていうか、そういうのが感じるお酒ですね。美味しいです。で、実はこのねち男山なんですけど、今日お持ちしたのはそのコシタンレイっていうお米を使った純米吟醸なんですけど、実は純米酒は別に飲んだことがありましてですね、これか、これがねち男山の純米酒の方なんですけど、こっちはですね、まあ今日飲んだよりは甘くはないかなっていう感じです。ただどちらかというと、あのなんだろう、かといって辛いわけでもなくて、お米のこう旨味って言いますか、味わいが濃いなって感じるお酒でした。でこっちの純米酒の方は、あの缶酒でもいけんじゃないかなと思って缶酒にしてみて飲んだところ、ますます美味しかったっていう感じですね。50度ぐらい、温度測って一応飲んでみたんですけど、50度ぐらいで飲むのが一番美味しかったです。はい、まあ、こんなお酒ですね。ねち男山というお酒です。さて、まあ、そんなこんなでねち男山、まあなので、来月はまですね。はい。結構ね、実を言うと、このお酒でしてるまで始まるのはね、結構何回かやってんだよね。あの、ます泉って前、富山のお酒も持ってきたことあるし、あと、それ以外のまだとなんだっけな。なんかね、まあとかみーとか多い気がするんだよね。うん。まあでも前のお酒いくつかあるんで、あのいろいろまた持ってきたいと思います。というわけで今月は、ねち男山でございました。ちょっと美味しいんで飲みながら少しちょっとトークをしていこうかなと思います。でそんなこんなで実は結構もう時間もね、何分ぐらい、もう結構10分ちょい話せた、10分も落ちましたよ、10分も落ちましたよ。あ、そうだ、あと世田谷ネタでちょっとなんか話しとこうかなと。あのアートフリマとかはいいのかな。あ、先週もやったんですか。あ、ありますか。はい、あ、つながり店も、え、やっぱりね、この時期、4月です、春ですということでね、ご存知の方も多いと思うんですけど、毎年春と秋に行っております世田谷アートフリマ、これ先週のね、ウェブテレビでも告知をされたということなんですけど、いよいよ今度のね、土日、三茶のキャロターで行いますんで、今度じゃないその次です。ごめんなさい、19日なんで、来週、この次、この土日は、はい、フライングです。はい、なんか突っ込まれてる？大丈夫ですか？はい、19、20でやりますんで、遊びに来てください。で、そのアートフリマの実際、前に今はキャロットタワーの3階ですねで行っているのがアートフリマつながり展ということで、これまでアートフリマにゆかりのある作家の皆さんの作品展がありますので、ぜひこちらね見に行ってきていただければ、こちらも無料ですんでね。あとアートフリマといえば、まあ世田谷人なんですけど、まあもう私もこのね世田谷人とのとある関わりを経ってもう丸1年経ちましたんでね、なんか入らないのって言われてますけど入りません。いやだって申し訳ないんですけど19日が私出勤なんですよ。唐辛子スプレー持っていく、いやいや、やめて、そういうの唐辛子スプレーとか、あの世田谷人って生き物なのね、そういうの、いや、あの生き物だから、生き物をそういうね、なんか虐待しちゃダメじゃん、あれなんかすいません、なんかみんなシーンとしたんでいいです。はい、まあ世田谷人も来てくれてますんで遊びに来てください。つながりてもよろしくです。あとなんか告知は特段ない？大丈夫ですかね。じゃあちょっとご相談なんですけど、今日ゲストっていうか告知は、あ、告知じゃないや、どうなんでしょう、皆さんちょっとだけ出てみませんか、一人だけ。はい、え、なんで、あ、3人一緒は難しい。いや、せっかくだ、3人一緒で、はい。今日、はい、どうぞ。突然ですが、どうぞ来てください。はい、ご参加、真ん中。はい。
突然拍手で迎えましょう。でも3人座って座って。すいません。失礼します。失礼します。私ここら辺に。まあこちらのお三方の皆さんなんですけれども、まあ番組ご覧になってる方でもしかしたら知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、世田谷区はですね、あの某放送機関のですね、研修所って言いますか、技術研究所になるのかな、そこは。技研ですね。技研ですよね。が、あの、キヌタっていうところにありまして、そちらのフレッシュな皆さん、フレッシュっていう表現自体がダメだね。新入社員の皆さんに来ていただいてます。わー大丈夫？はい、大丈夫です。こういう展開になるときはなんか事前に聞いてた？全く、あ、もしあの何か話に詰まったらあのお酒飲んでも構わない。はい、あ、勤務中。勤務外です。タイムカード押してきた。あ、押してきた。はい、大丈夫。じゃあ飲もうよ。飲める人。飲めます。飲めます。飲めますが、まあちょっとまた、まあ収録後にちょっと、はい、まあいただこうなんと。まあ。はい、私もまあやっぱり、ね、地域でいろいろやってたことがあるんで、毎年この時期だと研修でね、いろんなところ取材に来られる人がいるなっていうのは知ってはいるんですが、今日はどうですか、どういうきっかけでこちらを知ってこう来られたのか、はい、私が233をちょっと発見しまして、これはなんか変な場所があるぞと変って言われてます、変な場所があるぞと思いまして、訪れたところ、変なっていう言い方あれなんですが、個性的で、あ、まあ本当にたくさん、なんていうんですかね、本当にただ単純に面白いなと思って、うん、で、ちょっとこの233っていうのを舞台にした企画 VTR をちょっと作りたいなと思って、ちょっと参った次第でございますか。はい、次第でございます。あ、もしよかったら自己紹介もしていいですよ、お名前。あ、そういうのも言わない方がいいの、局的に。まあ、局的にとか言っちゃったけど会社的に、まあまあまあ、ある一人の人たちっていう、まあまあ何でもいいんですけど、まあ、そこの番号だけ言っとく。番号何、社員番号みたいなやつ。私35番で、僕24番。私22番です。はい、え、はい、何今 あそこって何、新入社員それ番号で呼ぶの？あ、まあまあ違う、番号で、名簿の番号。それなんか軍隊式な研修みたいな感じでも、すごい世田谷にある面白いものを、はい、世田谷とか狛江とか千代田にある面白いものを発見して、こうご協力いただいてお勉強させていただいておりまして、233がすごく素晴らしい場所で、こういうコミュニティがあるっていうことをぜひ番組の作る上でぜひ題材にさせていただきたいと思って、はい、やってます。そう、はい、みんなはこう研修で、ね、いろんなとこ、その地域にある面白そうなところをこう訪問してやっぱ取材するんでしょ、はい、取材した後研修でなんか最終成果物はどんなのを作るの？最終成果物は、まあ、5分程度の番組を、うん、まあ、一応放送はされないけど、一応研修課題として VTR を5分作る、うんうん、作って、それを、ね、あの新入社のみんなでこう、みんなは各グループこんなの作ったよみたいなのを発表会みたいなやつ。はい、発表会やります。それはやっぱりなこう優秀賞とか、そういうこう競争するの、みんなで競争はしない、ないですけど、でも結構厳しいツッコミが入ったりとかはするんだろうなっていう。あ、まあ、あのなんかお偉いさん方がやっぱり評価するんだ、うん、まあまあまあ、でも講師の方が本当にあのこうやると良かったんじゃないとか、研修で勉強させていただくっていうのがもう名目なので、うん、はい、勉強させていただく、来てみて本当に、はい、あの想像以上に、あの特にあの私宇宙人がすごく見てもわからないですけど、ね、ボールでやってるね、本当にここ自体が面白いなと思って、どんな方が作っているのか本当に気になる、うん、あ、これもうぜひ紹介してくださいよじゃあさ、みんなでこの宇宙人のこの作品をみんなでいろいろ、いいところはどこですか、みんなで一言言っていきましょう、うん、大喜利になってますけどやっぱり名前がいいですね、宇宙人じゃなくて宇宙人っていうところが、ちょっと普通の宇宙人とは違うなって思いました、はい、ゆるいですね、なるほど、ゆるくて、なおんっていう感じですやっぱりなんかあの、まあ、写真で一言みたいな展開になってますけれども、はい、なんか、うん、この方のなんか、なんで宇宙人を描くようになったかみたいな背景をオーナー中根さんにもお伺いして、そういうのも面白いなっていうので、なるほど、そういうのをやっていくわけです。え、で皆さんはじゃあもう題材はここの233を題材に
もう課題を、うん、その放送っていうか、を作っていこうって感じでもう決めてるわけ。決まりました。本日決まりました。本日決まったんです。ぜひみんなで行こうっていうことで、ちょっと2名連れてきて、ロケハンですね。ロケハン、あ、ロケハンで行ったんですか。まさか取られるか。え、ていうか今日こういうのがあるよっていうの聞いてなかった。全く知らない。私は知ってて、知ってた。ただ単純に何も隠してたの2人。あ、いや、あ、そっか、言ってなかったね。知らない。いや、知ってて絶対面白いなと思って、でも秘密にしてたわけじゃなくて、うん、まあでもまさか私もね、出る側になるとは思ってないので、ちょっと油断してましたね。いや、全然いいじゃないですか、これから作る側だからね、うん、あれ、あ、でもみんな職種は決まっ、はい、一緒です。一緒です。みんな作る側、作る側の方の、あ、はい、じゃあいいじゃないですか、作る側になる人が逆に取られる側ってどうなんだろうって。もう人生で全然問題と思ったことない。だって多分あれでしょ、研修で取られる研修はないでしょ。ある、ない、取られる研修はないですね。取るばっかり、取るばっかり、はい、いいじゃないですか。緊張しますね。じゃあ、あと30分ぐらい時間いいんで、あの、なんかフリートークで。いや、でも本当に世田谷とか調布とか、皆さん、全国の皆さん見られるんですか、これは。あ、ね、一応そうだね、ネットで流してるから、生放送は全国どこでも見れます。ていうか、世界で見れますね。生放送、生放送です。録画も、録画を今しているのがこちらのカメラで、はい、どのカメラを見れば、どのカメラを見れば、あ、いいです、あの、適当に、うん、こっち見ててくれればいいです。あの、だいたい1週間ぐらいに、あの、世田谷ウェブテレビっていうサイトに君は乗るからね。ああ、へえ。まあ、で、会社から何か言われたら、はい、知らなかったんです、騙されたんですね、赤い人にって言われればいいからいいから、うん、気づけばここに座ってましたね、うんうん、本当に中根さんというかオーナーさんには本当にご協力いただいているので、うん、いい番組というか作れるようにまあ、頑張りたいなと、ね、全然つまんないコメントなんですけど。でも逆にね、それ作ったやつって中根さんとかにこう、はい、あの DVD 化して、おー、素晴らしい、皆様にあの、もしよろしければお渡しいたしますね。販売、販売ではございません。営利、はい、団体ではないので、営利団体、まあ、あの、一応受信料払ってますんでね。はい、ありがとうございます、はい、皆様の、あとはそうだね、皆さんせっかくなんで、ね、作る側 の、 その体験談だとか、せっかく見てる人もいるんで、なんか新人として頑張るぞみたいな意気込みとかあれば言っていただいても。新人として、新人として、せっかくアピールできればですよ、いろいろ。もしかしたら同僚見てるかもしれないよ、なんか見てたら面白いけどね。あ、でも今先にテレビデビューしちゃったよ。そういう、そういうノリが大事です。なんか言っちゃいない。リーダー、リーダー、あ、リーダーなんですよ、リーダーですね。こういう間がいけないですよね、テレビって。いや、大丈夫ですよ、別に。だってこの番組、あの、ね、途中見てたんですよ、いきなりゲストが来ないとか、うん、普通にありえる番組なんで、あの、何でもありです、うん、台本もないんで。迷ったら目の前のおチョコ持ってたもん、大丈夫だから、あの、飲んでいいから、自由に。うん、はい、もう命がけで1ヶ月、あ、これから人生歩みます。重いよ、重いよ、重いよ、ちょっと匂いだけ変えていいですか。飲みなよ、空いてるから。そう、めちゃくちゃすごいフルーティーな香りがして、飲むのはやめときます。リポートやってみたら、これでちょっと、あ、そうだ、お酒のリポートをどうぞ、どうかって。1回だけいいですか。いいよ、全然。じゃあ、手着で失礼します。つい上げるよ。じゃあ、すいません。じゃあ、ちょっと、はい、多分人生で最初で最後の、もうこれははい、普通の一般人として参加させていただいて、あ、もう一般人、はい、一般人、はい、だからリポート、これどこのお酒でしたっけ。新潟のお酒です。新潟のお酒、はい、新潟のお酒っていうと有名なのって八海山、八海山もありますし、はい、いろんなのがありますね、はい、うん、新潟は一番全国で日本酒の蔵元さんが多い場所なので、ちょっと一口いただきます。はい、美味しいですね。で、いい表情だと思う。なんか穀物の味がする。穀物、素晴らしい。うん、お米？お米、お米ですね、はい。美味しいですこれ。俺も。うん、でも一人一コメントずつ。美味しい。一コメント最後だよ、ね。でももう美味しい使っちゃったからね。うん、さあ、プレッシャーです。新潟のお米ありがとう。そんなさあ、リーダー。リーダー。
リー任したよ。すいません、あのいただきます。うん、あ、え初めて飲む宝石箱や。あのすごい美味しい、あの全然辛くないですね。辛くないんですよ。あ、でもあれか、皆さんね、本当に社会人になったばっかりだから、あんまり日本酒ってビールとかそういうのが多いかな。日本酒ばっかり飲みますね。素晴らしい。じゃあちょっと来月からしりとりの時に来てくれると。いや、この、うん、面白いですね、このねち、はい、男山って言います。ねち男山、はい、なんかまだこれからの地方に行ってまた、うん、新人としてやっていくんですけど、うん、新潟になったら、あ、ぜひ、あの、いろいろ、本当に今ね、日本酒に限らずなんですけど、お酒の世界って本当その地域の特性を出していこうっていう動きがすごい盛んなので、うんうん、ぜひそれレポートをしたり番組作ったりしてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。そういうわけ で、じゃあこのままエンディングに行ってもよろしいですか。はい、はい、まあ、今日はね、本当唐突にゲストも来なかったりとか、宮原さんもいなかったりとかなんですけど、本当ね、実言うと我々としては、で我々としてはっていうか、私としては皆さんに助けられたっていう感じですね。はい、なので、まあ、ちょっとあの時間も時間なんで、じゃあ今日はこの辺でということで、じゃあ最後エンディングですけど、じゃあ皆さん揃って手を振るみたいな感じで大丈夫ですか。はい、じゃあ、あの本当今日ね、あの今後も研修続くと思う。いつまで研修続けるの。今月いっぱい。今月いっぱい、はい、ですね。で、それが終わって、その各自全国本配属みたいな、はいはい、飛んでいきます。じゃあ、ね、研修続くと思うけど頑張って、で配属になってからもぜひ頑張っていってくださいね。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで進めましたけど、どうもありがとうございました。ですね、放送は終了したんですが、時を同じくしてですね、今日のゲストの小山さんがちょうど間に合いましてということ、まあ、間に合ってないか、はい、間に合ってないです。来られましたんで、ちょっと延長して送らせていただければと思います。今日本当はゲストのご予定だったグラフィックデザイナーの小山さんです。はい、よろしくお願いします。まあまあまあ、でもね、今日、まあ、これただけでよかったかなっていう感じなんで、すいません、全力で、はい、あの遅刻までいや、はい、まあ、まあ、小山さんなんですけど、本業はね、そのグラフィックデザイナーさんということなんですけど、はい、実はあの知り合ったのがですね、ちょうど先月の末ですかね、ですね、世田谷の祖師ヶ谷であのイベントがあったんですよ。その宮城の気仙沼と、まあ、山口県の岩国の、まあ、お見合いみたいな感じで両方の食材とかを、まあ、みんなで食べ合おうっていうイベントがありまして、そこで、まあ、知り合って、はいはい、お話を伺いするいろいろそのグラフィック関係のお仕事をされたり、あとは、まあ、ちょっとね、その福島とかともつながっていくんですけど、被災地に関するね、やっぱりこう支援的な活動もされてらっしゃるって伺ったんで、まあ、ぜひね、ちょっと来てお話ができればなっていう感じではありました。はい、はいはい、なんで、まあ、今日ね、せっかくなんで、そのお越しいただいて、その、はい、いや、私もね、あの時はどっちかとこう、食べたり飲んだりがメインだったんで、あのね、小山さんの、そう、具体的にこう、どんな作品だとか、どんな活動されたか、あんまり聞けてなかったんで、今日ちょっとね、その辺聞ければなと思ったんですけど、今日なんかその辺、あ、そうですね、あの、一応、震災の作ったものといえば、これ、あの、同級生がやってる、あの、吉田千佳人君っていう、はい、あの、個人で、あの、ミュージック、あ、シンガーソングランタ、はい、ソングライターの子の、はい、あのポスターを制作したりですね、はいはい、この子、あのバービーボーイズのエンリケさんと、はいはい、あの今度コラボして新曲が、はい、出て、はい、5月になんか、ワンマンライブがあるらしいんです。はいはい、でもう一つがこれですね。これはアマちゃんをパクッ、あ、パクってる、パクってない、はいはい、パクってないです、はいはい、すいません、あのね、地下人なんですよ、本当は人で、チカットってこれ、あの20代の時にちょっとカッコつけたんでねえの、わかんねえけど、ごめん、勝手に言ってしまった、うん、今ちょっと気仙沼の的なインフォメーションやってました、ね、はい、まあ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 、人なんですよ、で、うん、
まあ、そのさっきおっしゃった5月のライブっていうのはこちらですね、うん、はい、こっちで、はい、あのやるみたいなんで、ごめんなさい、私月見る君を思う思うっていう場所は、場所はどちら？あの青山の方ですね。お、はい、はい、南青山のところにあって、すごいなんか、はい、いいライブハウスなんですよ。月がこう、うん、なんかバックに、はい、はい、であれですよね、確か私も紹介であの見てはいるんですけど、その君にありがとうは YouTube でも、ね、YouTube でも見れます。本当今日流していただく予定だったのが私の第一刻にすいません。はい、まあ、でもね、本当一度 YouTube で見ていただくといいかなと思うので、はい、あの一応彼のその震災後、うん、あの生まれた思いっていうのが、うん、あのありがとうっていう言葉だったらしいんですよね。で、あの大事なものをあの失う前にあの気づいてっていう思いがちょっと込められている曲だったんで、まあその震災関連で、あのなんか聞いていただけたらなみたいな的な感じだったんですけど、すいませんみたいな、はい、はい、はい、そんな感じです。わかりました、はい、まあ、はい、なのでぜひね、実際にライブで生で聴いていただけたらなって感じですね。その方がいいですね、はい、はい、あのこの日レコ発らしいんで。あ、そうなんだ、はい、へー、はい、じゃあぜひ5月来ていただければと思います。はい、でさっきちょっと途中になったこれ、これ、うん、これもこれあの同級生がですね、同級生っていうか同い年の子がですねやってるリアス気仙沼っていう団体があって、はい、それで頼まれたのが、はい、あの長野の信州大学で、はい、あのアマちゃんじゃなくてね、はい、気仙沼の沼ちゃん、はい、まあ確かにホヤ持ってるもんね、うん、沼ちゃんをやろうよっていう話になって、うん、作ってって言われて、ああはいって言って、あの観光課とちょっと NHK さんにもあの電話して、はい、許可もらって許可取りました。はい、なるほど、はいして作らせていただいたポスターです、はい、全部合成しますなるほど、はい、こういったこういったバカなこともやりつつなるほど、はい、はい、やってます。あともう一つ、これは完璧に私が、はい、あの作ったあの缶詰のラベルなんですよね、はい、これ何の缶ですか？気仙沼ツナ缶、はい、はい、あのビンナガマグロ、はいはい、でホワイトツナなんですけど、ビンナガってよくあのビントロとか言われてるやつですよね。あ、そうです、ビントロですね、はい、はい、あのこれはあのちゃんと気仙沼の漁師さんが、うん、あの取ってきたビンナガマグロをあの加工して缶詰にしたもので、うん、手に入るのは実は気仙沼の、 あの紫市場っていうあのところのシャークスさんって、あのサメの、うん、あのなんだろうサメ顔を使った、うん、あのなんだろう財布とか、うん、そういったものを取り扱ってるあの仮設の商店街さんがあるんですけど、うん、そこで買えます。そこでそこでしかって感じ、そこが私的には一番おすすめです、うん、あとはちょっと高くなっちゃうから、あ、そういうことね、やっぱそういうのあるのね、やっぱ地元値段と、地元値段あるから、だから私はそこがおすすめ、なるほど、ただ皆さん気仙沼に行っていただいた方がいいかなっていう感じなんですけど、気仙沼じゃないと買えない、うん、買えない、買えない、はい、そうなんですよ、うん、でこのこの大量って書いてあるこれっていうのは実はこれなんです、うん、あ、じゃあこれをモチーフにデザインした、はい、はい、おお、これはですね、看板、看板っていう、大量看板っていうもので、うん、昔、昔なんですけど、うん、なんだろう、大量っていうか、船が満船で大量になった時に、うん、船主さんが漁師さんに渡した、送ったもので、お祝いの品みたいな感じなのかな。そうなんですよ、これを着てるっていうのは、うん、すんっごい、誇り、うん、名誉だったんですよ、うん、はい、まあちょっとそれは文化的な話にはなるんですけどね、うん、まあ今残念ながらだんだんこうね漁業も衰退していって、うん、でまあシャックスさんとも話がちょっと被るんですけど、うん、今お仕事で新人の漁船員さんを、うん、なんだろう、確保するお仕事を私ちょっとデザインの方でお手伝いさせていただきまして、うん、はい、でそこの近海マグロハエナワ漁船ってあるんですよ、うん、はい、はい、でそれって実はサメを取ってくるんです。マグロ漁船でサメを取るの？はい、マグロとサメを取ってくるんです、うん、
へえ。ってことはそのマグロとサメって大体同じような海域っていうかそのところにいるって感じ。縄の位置は違うらしいんですよね。私も詳しくないんですけど、うん、ただそこが実はなくなると、うん、気仙沼の主幹産業がなくなってしまうということで、あの先日食べられました。ああ、はい、もうかもうかじゃねえや。もうかはなんだ、栃木とか茨城で食べてるやつで、あ、うちの地元でも食べます。もうかの星、違うサメですね。サメですね、はい、違うサメ、食べられましたけど、うん、要はあのサメをね、うん、取ってくるのは実はその近海マグロハイナの漁船なんです。そうなのでシャークスさん推しなんです。なるほど。あ、それで社名に来てるわけですね。なるほど。そうなんですよ、なんかいろいろつながってきて、うん、はい、そうで、なんか今日浪江の方が浪江の方がですね、ちょっとわかんないんですけど来てないんです。あ、そうなんですね、はい、あら、まあ、話をしたかったんですけど、私もね、そう、この3人話したら面白いなってすげえ前々から思ってたんですけど。あ、そうなんですか、はい、また来ますよ。まあ、あの、まあ、たまにはね、こういういろいろある番組なんで。あ、はい、そうなんですね、うん、あ、忘れてた、あの、これホヤボヤです。あ、気仙沼のこれはどう、気仙沼の公認キャラみたいになってるの、ホヤボヤ は。そうですね、公認で、確かお茶のなんか、CM とかに出てたり、うん、なんか当たるとか映画にもなんかポヤンプ出てたりして。何の映画に当たる、ああ、中井さんのだったっけかな、あれ何だったっけ、まあ、適当なんで私も。そうなんですよ、なんか このホヤボヤ君なんかたまにゆるキャラグランプリとかで出てるんで、うん、もしよろしかったら見つけたら投票しておいてください。前ね、中目黒で見たよ。嘘。うん。ああ、中目にいます。います、うん、います。たまにいます。中目たまにあそこね、最初の三陸の支援フェアとかやってるじゃない。そうそうそう、中目黒マルシェですね。うん、中目黒マルシェでたまにこの人歌ってます。うん、あ、そうなの？この人歌ってます、たまに。そうなんだ。うん。すみません、気づきませんでした。忙しい人だから、うん、あまりね、遭遇することもないと思うんですけど、うん、たまに歌ってます。なるほど。運いい人は会えると思います。わかりました。はい、はい、そんな感じです。だから私デザインっていうか、うん、まあ、こんななんか頼まれたものをこうやってますみたいな。でもデザインもそうです、なんかこういうイベントごともやっぱお好きな感じですよね、多分。はい、うん、基本なんかどうでも、自由に。どうでもって言うの？どうでもっていうか、うん、自由にちょっと生きちゃってるもんですから。うん、いいことです。はい、すいません。あと、せっかくもし何かと告知とかあれば。告知ですか？できるものとか。あ、今こんなの作ってますとかなんか撮って。あ、まあ、その、新人のね、うん、若い漁船員さんね、今募ってますので、気仙沼で。うん、で、うん、まあ結構手着率もいいようで。あ、そうなんだ、よかったですね、それは。本当にね、うん、ありがたいんですけど、でも近海船乗る人がいなくて、うん、うちのお父さんがあるうちの船に乗ってくれないかなとかって言ってるので、うん、はい。あ、お父さん漁師さん。あ、漁師です、うん、漁師です、はい、うちの船乗ってくれないかなとか、どういう種類の船ですか？あ、近海マグロハイナ。近海マ、あ、じゃあそのさっきのサメ取る。はい、30日公開で買ってきた。30日で買ってきた。30から40日公開ですね。はい。どうですか、ご覧の皆さん、そういう求人が今出てますけど。30日間公開、30日間食事はついてるわけですもんね。食事ついてます。はい、食事、あとネット回りもできますね。ネット回りできます、はい、はい。ネットは？ネットつながる。ネットつながると思いますよ。テレビも見れると思う。けど、テレビ見れるそうです。電話もつながります。あ、大丈夫です。大丈夫です。昔みたいに無線じゃありません。今日生活できる環境は整ってます。はい、はい、の上に給料がもらえる。あ、素晴らしいですね。素晴らしいですよ。はい、はい、若手の方、はい、ぜひぜひ若手大募集なんで。大募集なんでございます。はい、で、あと気仙沼好きだよっていう人とか、うん、気仙沼行ってみたいよっていう人も、まあ行ってみてください。変なとこなんで。
こんな変な人もいるのでいい街じゃないですか。行ったことあります？いやだって後輩気仙沼の大島にいますからね。あ、そうなんですか。うん、いやそれ言ったから、あのこれ会った時に、あれあれあれ、うん、あ、そうですか、言ってる言ってる。あ、ごめんなさい、私気仙沼ちゃんしか知らないあの、すいません、私唐桑半島っていうところで、島じゃないのね、半分島だけど、うんはい、別にバカにしてるわけじゃないんですけど、はい、唐桑半島の方にあの生まれ育ち東京に来ました。はい、そんな感じで、あの何してんのって言われたら特に何もしてないまあね、今日はね、またもともといろいろ聞けばだったんですけど、もしよかったらね、またね、次の機会とか、あと本当は三原さんっていう名前の人もいるはずなので、多分すごい盛り上がるかもしれないんで。浪江の話をしたくてですね、うん、本当はあの浪江の出身の方で、うん、あの気仙沼で市役所で働いていらっしゃる方がいまして、ちょうど年末にお会いして、うん、あれって言って、浪江なのって言ったら、うん、同い年で、ほう、で私上京した時世田谷実は住んでたんですよ。あ、そうなんだ。はい、轟木に住んでたんですよ。あらら、はい、で一緒に住んでたのが浪江町の人だったんですよ。へえ。だからちょっと話したいなと思ってたんですけど、なるほど、2人揃ってこんな感じなんですねまあしょうがないしょうがない、はい、じゃあね、ぜひ、じゃあまた次の機会を設けましょう。はい、ぜひ今度はまともに来ますわかりました、お待ちしてますんではい、はい、はい、じゃあちょっとこの辺でということで、この辺で、はい、ええー、どうもありがとうございましたすいません、はい、というわけで、じゃあまた2回目のまたねって感じですけど、はい、またね、よろしくお願いします。